ロイテリンは、ラクトバチルスロイテリ菌が、シアノコバラミン依存、ジオールジヒドラーゼにより、グリセロールを1、3プロパンジオールに代謝する際に生成する強い、抗生物質である。ロイテリンは、3、ヒドルキシプロピオンアルデヒド、その水和物、その2両体の動的平行状態となっている。1.4M 以上の濃度では二両体が、支配的であるが、生態程度の濃度では、 水和物が最も多く、ついでアルデヒドが多い。ロイテリンは、数種の有害なグラム陰性菌、グラム陽性菌、酵母、カビ、原生動物の成長を阻害する。ラクトバチルスロイテリ菌は、有益な腸内細菌を殺さずに、有害な生物の成長を阻害するのに、十分な量のロイテリンを分泌することができ、そのため、腸内フローラを保ったまま腸への侵入者を、 排除することができる。ロイテリンは水溶性で広い範囲の pH で活性を持つ。タンパク質分解酵素や脂肪分解酵素に耐性を持ち、食品の保存量や補助治療薬として研究されてきた。水溶液中では3、ヒドルキシプロピオンアルデヒドはアルデヒド元がジェミナルジオールに変換された水あえ物との平行状態で存在する。 また、この水合い物はえものは二両体とも平行状態にあり、高濃度ではこちらが支配的となる。これら三種は動的平行状態にある。さらに、三、ヒドルキシプロピオンアルデヒドは水溶液中で自発的に脱水し、アクロレインが形成される。ロイテリンという名称は、三、ヒドルキシプロピオンアルデヒド、その水和物二両体。 アクロレインからなる動的システムに与えられた名称である。最後の分子アクロレインは近年になってロイテリンの定義の中へ加えられた。3. ヒドロキシプロピオンアルデヒドの二状態の構造を 3. ヒドロキシプロピオンアルデヒドはアセトアルデヒドとホルムアルデヒドの縮合反応によって形成される。この反応は基礎中で行われ、アクロレインの現在では 廃れた工業的製造ルートの基礎となっていた。抽出されたロイテリンは、長官出血性大腸菌 O157 や、リステリアモノサイトゲネスを殺すことができ、乳酸がその効果を高める。ありがとうございます。